アロイス・ラシーン・アロイス・ラシーンは、チェコスロバキアの政治家、経済学者、大倉大臣、国民民主党所属、ボヘミア北東部ネハニツ生まれ、カレル大学卒業、1911年、オーストリア帝国議会議員に選出、第一次世界大戦中、チェコの分離独立運動を支持し、1915年に、カレル・クラマーシュラと共に反逆罪で、 死刑判決を受ける。1917年、皇帝フランツヨーゼフ一世の死去による恩赦で、釈放される。アントニーン・シュベフラ、イジー・スト・シーブルニー、フランチシェイク・ソークプ、バブロシェロバールと共に、チェコスロバキア国民委員会を作り、1918年10月の建国を国内で主導した。クラマー主政権及びシュベフラ第一次政権で、大蔵大臣に就任。 通貨安定とインフレーション抑制を目指して、徹底的なデフレ政策を実施した。この政策は、チェコスロバキア経済の安定化に寄与した一方で、多くの失業者を生む結果をもたらし、左派勢力から強い批判を浴びた。1923年1月5日、無政府主義者のヨゼフ・ショーパルに銃撃され、その怪我が原因で翌月に死去した。息子のラジスラフも、 国民民主党所属の国会議員を務めた。ありがとうございます。